はい、トムでーす。今日はですね、ファーストペンギンについてお話ししたいと思います。ファーストペンギンって何ぞやってね、思う人いるかもしれません。あとね、昔ちょっとドラマになったかな、まあ、またそのドラマとは違うんですけども、ペンギンってね、なんかたくさん群れでいてね、氷の上にいてってイメージがあるんですけども、ペンギンの住む世界はね、周りはね、とても危険なことだらけなんですよ。そして海一つ飛び込むにしても、その飛び込んだ海の中に、ね、どんな動物がいるのか、まあ、白クマがねいたりして食べられちゃうのか、それとも他の海の生物に食べられてしまうとか、いろんな危険性があるわけですよ。ですけど、その中で一番初めに飛び込む、その危険がいっぱいかもしれないところに飛び込むペンギンのことをファーストペンギンって言うんですね。これはね、結局ファーストペンギンの話で何が言いたかったかというと、ね、いろんな危険が潜んでるかもしれないけども、何かチャンスを得るためには、何かを変えるためには、その危険も顧みず、みんなのために一歩をね進む、そういう人というのも大切なんだよという話をしたかったんですね。もしね、いろんなことに躊躇してるとしたらば、一度勇気を振り絞って、まあ、よく考えて行動してみるのもいいんじゃないのかなと思います。それがファーストペンギンだよ。そんな感じでした。みんなに教えてあげてね。